あと一人でね、このメロディーが鳴ったんだけどさ、ダメだったね。で、なんでまた僕がこうやって喋ってるかというと、さっき亀井君と撮ったやつでピーって音がバックに聞こえていて、聞きづらいということで、大変申し訳ございませんでした。で、今大丈夫でしょう。これはね、きっとあの部屋のなんか空調の音かファンの音となんかこう拾っちゃってるのかなということで、どうやらこのビデオカメラパナソニック製が悪いわけではないということが判明したのかなと思って今喋っております。せっかくですから、もう皆さん今日もね、本当に、辛い思いをされていると思いますんで、ちょっとお便りを紹介しようと思います。せっかくですから、カメラテストしたつもりだったんですが、ズームズームさん、いつもありがとう。お疲れ様です。辛いです本当に。負け試合の後のカズチューブは大前さん一人だと悲壮感がにじみ出てきますので、たまには神戸さんと一緒もいいですね。たまにはたまにはね、強調されておりますね。そう、悲壮感、僕は悲壮感あまり漂ってないでしょ。皆様の心に寄り添ってるわけですから、皆さんが悲壮感漂ってるんだね。ズームズームさんはお年は何歳か分かりませんが、お前は何度こんなシーズンを経験してきたとお思いですか。めげませんよね。それから、ちーやんさんです。いつもありがとうございます。中澤慎二さん、昨日ちょっと僕がね、中澤さんがお怒りモードになっていたということを申し上げましたが、ちーやんさんは、中澤慎二さん、お孫さんと出かけてテレビ見ていないことを祈るということで、きっとご覧になっていると思いますよ。やっぱ今日はキャッチャーのリードっていうところもやっぱり難しいなと思うゲームでしたもんね。それから、テリー・スティーブさん、ありがとうございます。ライオンズファンです。まあ、このテリー・スティーブという名前から、すればライオンズファンでしょうね。山本、宮城、田島、山岡、山崎、これだけ先発が揃っていながら、なぜここまで低迷しているクエスチョンマーク、試合を見てください。答えはその中にあります。やっぱりみんな今日はね、相当なんかさ、ショックみたいだね。これはフォーリーゲームさん、マーティン選手の打席のワンストライクからの2球目、ここまでストライク取るのに四苦八苦していたのに、なんで1球遊んだんですかねということ。確かに打たれたくない気持ちも分かりますがということ。まあ、でもね、やっぱり配球なんでね、難しいですよね。まあ、そこまでなんかコントロール乱すヒギンスっていうのも珍しいでしょ。で、やっぱりその1球外したっていうところは何かこう意味が絶対あるわけなんでね、まあ、その意味をなすという結果にはならなかったという、まあ、そこなんでしょうね。まあ、配球っていうのは難しいなと、思います。そうですね。これは柿田、これなんだろう、柿田じゃないよ、田中、いや読めない。担当の田に田中に大前和樹の木と書く名前です。田田中樹さんかな、田田中樹さん。本当につらいは立ち直れへんわということで、まあそういう方も多いね。まあ、それだけ今日はつらいゲームだったのかもしれないね。ちょび777さん、大前さん、お疲れ様です。神戸さんとカズチューブ良いですね。あ、そうか、神戸君喜びますよ。皆さんからのメッセージ見て一喜一憂してますからね。必ず、賛成意見もあれば反対意見もあるんで気にするなよと言ってるんですが、確かに美和さんもいるといいですねということで、まあ、また近々読んでみたいと思います。極貧打線から貧打線になっても勝てそうな気になっていましたが、結局投打が噛み合わずということでね。で、今日ね、やっぱり試合後の中島監督のコメントを聞いておりますとね、やっぱり悔しさがにじんでました。やっぱり、まあ、あと一人というところまで、行った状況の中での、敗戦でしたからね。で、まあ、なかなかこう言葉が出てこない中で、まあ、振り絞った言葉が、まあ、まあ、抑えを任せてるわけだから、まあ、彼で行かないとしょうがない、ということなので、また次も頑張ってもらうと
という話をしておりましたし、で、まあ、ジョーンズが今日粘ったり、あるいはこの杉本選手が一塁へヘッドスライディングしたりという形でこういいムード、いい形はできているんでね、なんとかそれをこう、勝ちに結びつけていかないとという話をしていらっしゃいました。まあ、ですから、まあ、とにかく頑張ります。もう言葉少なげに、まあ、今日は試合後のコメントだったんですが、やっぱりこう悔しい気持ちでね、なかなか言葉が出てこない。僕らファンが、こんなに苦しい悔しい思いをしてるんだったら、当事者監督その現場の責任者のそのね悔しさたるやいかばかりのものなのかということではありますよね。そんな感じでした。で、野田さん中継もなかなか行ってましたよって、あ、そう、僕今日は中継を見てないんでどんなことをおっしゃっていたかわからないんですが、まあ結構ね、中継のこれは前でしたけども、中継前の段階でもいろんなことをおっしゃってましたね。やっぱりどうしても辛口になってしまうということになりますわね。それから、もやが上がってくるのいつなのかということで、僕今回ちょっとファームの、取材できていないんで、いい加減のこと言えませんので言いませんが、まもなくだと思うんですけどもね、どうなんだろう、そんな感じです。それからこれはね DJ さん、これを糧に打者中継ぎ陣は明日から切り替えるしかない、明日ないやんっていう、自分で突っ込んでらっしゃいますが、明日は負けない日ですね、負けない月曜日ですよ、ということですね。それから、MVP、 そうだ、このさっきの投稿の中にも、今週の MVP は誰ですかということで皆様の、ご意見を頂戴しておりますが、それは明日ね、ご紹介したいと思っておりますので、しばらくお待ちください。この動画からの動画のコメント欄からも、今週の MVP もし気づくところがあれば、皆さんの お考えの MVP の選出をお願いしたいと思っております。よろしくお願いします。いろんなコメントでも結構ですので、ね、必ず目を通しております。それからですね、これはね、都市圭さん、金曜京都現地観戦で打ちのめされました。8回裏が今日ね、あっさりしすぎて嫌な流れを感じていましたが、まさか直起きてしまいました。宮城投手の粘りは本当に素晴らしかった。来週から他の選手の奮起を期待しますということで、そうですね、本当8回佐々木千早にね、簡単に三者凡退に、いとも簡単に抑え込まれたんでね。ただその前のさ、8回の表を富山が三者三振で切り抜けたっていうか抑えたでしょ。だからあれでいい流れができたのかなと思ったんだけども、やっぱり9回先頭バッターのね、フォアボール、しかも際どいところを突きながらのフォアボールっていうのは痛かったですね。それから千葉ロッテマリーンズテレビチャンネルさん、いつもありがとうございます。今日は解説に野田浩二さんいらっしゃってましたね。ゲームセット後も、終始冷静を保っていらっしゃいましたが、もし今日も解説に中澤慎二さんだったらということですね。そうね、まあ十分今日お家の中でお怒りだと思います。それから俊信さんが、もやは今日2軍の試合練習試合に出てました。あさってから1軍の合流を切望しますということですね。早く戻ってきてほしいね。長期離脱ではなかったんでね、何試合か実戦を経験すれば上に上がってくるということになってくるかもしれませんね。なんとか、ホームが続きますんで、火曜日からもまた、ゲームが続きます。今度はライオンズを迎えての3連戦ということになりますが、ここで今度こそ勝ち越してほしいね。そんな状況でもうこれ以上とにかく負け越しを増やさないように、一つずつ返していけるように、頑張ってほしい。さっきのライオンズファンのメッセージもありましたけど、先発はしっかりしてるんで、あとは本当打線の援護と、ブルペン陣というところなんでしょうけどもね、勝てそうな試合もたくさんありますんで、一つこう流れが変われば、チャンスはあるものと、僕はポジティブに、あえて前を向いていきたいと思いますんでね、今日も最後まで、今回ちょっとスペシャルバージョンというか付録なんだけども、ピー音聞こえてませんよね、その確認動画でございました。今日も最後まで、今回も最後まで、ご視聴誠にありがとうございました。明日 MVP の発表ということ、皆様のご意見を頂戴したいと思っております。今夜も最後までご視聴ありがとうございました。悔しい夜ですが、皆さん穏やかな日曜サンデーナイト、そして穏やかな月曜お迎えください。ありがとうございました。